今日はね、脳疲労についてお話しさせていただきたいと思います。ね、脳疲労って何やねん、初めて聞くねんけどってね、言う方もいると思います。そう、私が勝手に言ってるだけなんですけどね、脳がね、やっぱり疲労する方って多いんですね。なんでかって言ったらね、体もしんどいし、あとは精神的なストレスも多いしってね、そういうのでね、どん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 積み重なってね、体が疲弊していきます。で、肉体だけじゃなくて、やっぱしね、心もね、体も脳も疲労していくっていう話ですね。よかったらね、ぜひ聞いてください。では始まりますね。特に春の時期ってね、すごく相談が多いんですね。お悩み事の中でも精神的なお悩み事ですよね。病院とかで検査してもね、実は全然出てこないっていうのもあります。脳でね、MRI とか CT とかやってもらったけど、何も異常ないって言われるけど、なんかずっと不調とかね、なんか原因不明って言われるっていう方も案外多いんですね。で、話聞いていくと、漢方では、これかなっていうのがいくつか出てくるんですけどもね、そういったのをちょっと羅列じゃないけど、箇条書きにパーって書いてみましたね。ちょっと見ていきましょうね。脳がね、もう疲労しちゃってるわけですよね。で、実は脳だけじゃなくて、人間の体って全部ひっくるめて、ね、見ていきますから、脳とね、ここの心臓なんかもそう、実はね、関係してたりします。心臓っていうかね、漢方でいけば心っていう言い方します。心臓の心、心って書きますね。あと肝って言って、肝臓の肝とも書きます。そのね、心と肝もすごく影響を受けます。この脳もそうなんですけどもね、あと細かくいけば、あと腸も実は関係してくるんですけどもね、そこのバランスがね、うまくいってないなっていう方がやっぱし多いんですね。で、どういった症状が出てきやすいかって見ていきたいと思います。例えばね、仕事しててもなんか集中力が低下してるなと、なんか仕事とかやってるんだけども、なんか途中でぼーっとして、なんか作業してたりとかね、で、何やってたんかなとか、全然集中力がないわけなんですよね。学生さんでもそうです。勉強しないといけないのは分かってるから、勉強してるんだけど、なんかもう5分もせんうちに、なんかもうね、気分転換じゃないけど、全然違うことしてたりとかね、なんか落書きしてたりとかね、もう全然違うことしてるっていう方も中にはいます。で、特にと言われたら、脳がもう疲弊しちゃってる、ね、心も体もなんかもう弱っちゃってる状態になってくると、集中力やっぱし低下します。こういう場合はって言ったらね、やっぱしね、ちょっとリラックスするとかね、気分転換する、ずっと家の中におるとね、もうこもっちゃいますから、ちょっとね、外に出て、外の空気を吸うとかね、軽く体動かしてみるとかでもいいです。ちょっと太陽の光に浴びるだけでもいいしね、何かね、気分転換する方がやっぱしいいと思います。ね、で、あと、これ、考えがまとまらないとかね、あと優先順位がね、もうつかない、ね、何をやったらいいかとかっていうのも分からなくなってくるとかね、頭の中でいろいろごちゃごちゃ考えちゃっててね、何がやらなあかんかったかとか、優先順位がやっぱし分からないっていう方は、ちょっとね、トゥードゥーリストじゃないけどね、自分が今日やるべきこととか、今月中にやらないといけないこととかね、今週にやらないといけないこととかっていうのをね、紙にね、具体的に書くことです。あれやらなあかん、これやらなあかんって頭の中で考えてると、やっぱし、ね、忘れちゃいます。その時覚えててもね、後で何するんやったっけってなると思うんで、まずね、紙に書き出してほしいんですね。今日やるべきこととかでもいいし、やりたいこととかでもいいし、ね、もしくは今週とか今月中にやるべきこととか、やりたいこととかね、っていうのを紙に書いていくってことです。そうすると、なんか頭でぼーっと考えてることが文字にして目の前にパッて出てくると、ちょっとね、整理できます。それやるかやらないかで大きく変わってくるから、まずね、紙に書くっていうことをしてほしいんですね。頭の中でぼーって考えてるだけじゃなくて、書き出すだけでだいぶ変わるからね。そこで、ここの考え方がね、まとまらないっていうのとか、優先順位っていうのもちょっと落ち着いてきます。で、今度ミスが多いとか、物忘れが多いね、これも意識してないからやって言われたら、もう元も子もないんですけどもね、私もね、経験あります。どうでもいいことって悪いけどもね、優先順位の低いことってやっぱし忘れますよね。しかも重要性が全然ないっていうかね、重要性が高いこともあれば低いものもあると思うんです、ね、その重要性の高いもので、なおかつね、すぐやった方がいいことと、時間かかってもいいから、
あの今月中にやっとけばいいこととかってあると思うんです。今日中に絶対やらないといけないことで、なおかつ重要性のあるものね、それをやっぱり最優先するべきやと思うんですけどもね。でどうでもいいことですぐやらないといけないことっていうのはあるかもしれないんですけども、まあ、それちょっと後回しでもいいかもしれない。どうでもいいってことはね、優先順位そんな高くないわけやからね。でこれね、やる気が出ない、ね、これもね、もう体がねしんどいと、なんかいざ初めてやろうっていう気もね失せるってことなんですね。特に体がしんどい方はね、やる気も元気の気も出てこないわけなので、こういう場合はねちゃんと夜やっぱし寝た方がいいですよ。で、あの寝れてなかったりとか寝る時間が遅い方はやっぱしね、人間の体ってね寝ないと体が持たないようになってますから、ちゃんとね寝るってことです。8時間ね寝たからいいっていうんじゃなくて、夜中の2時3時から寝て8時間でお昼に起きてくるっていう方と、夜のね10時から11時ぐらいに寝て8時間、まあ午前中に起きる方とやっぱし同じ8時間寝たとしても全然違いますね。できるだけね夜寝て朝起きるっていうリズムを作った方がいいですよ。で体がやっぱししんどいと、いざ何かやろうと思ってもやる気も出ないしね、体もついてこないしね、気力である程度最初は頑張ってたとしても体が追いついてこないから、やっぱし、ね、継続できなくなったりしますね。まずちゃんと寝るっていうこと、あと食事に関しても下手にね朝昼晩で食べ過ぎちゃうとかえって動けなくなったりしますね。あの10代20代まで、今からまだ成長するよっていう方ですね、そういう方は朝昼晩ってきっちり食べてていいと思いますね。でもお腹がすぐ苦しくなるっていうんだったら、10代であろうが20代であろうがね、食べ過ぎない方がいいと思います。身長から110引いたらちょうど体重ぐらいであれば、まあまあざっくりねいいかなっていう感じなんですけど、明らかに体重がね身長よりも大きくなりすぎてる方の場合は、ちょっと食べる量も減した方がいいかもしれない。もしくは間食が多かったりお菓子が多かったりとかね、寝る前になんか食べ過ぎてるっていう場合はそこの習慣もやめた方がいいですね。で特にもう30代の時、もう30以降ですね、もう30以降になるとね、人間ってそれ以上成長しません。どちらかといえばもう老化して退化していきますから、食べ過ぎるとね、その食べたものをねまず消化してエネルギーに変えようとかっていうことの消化にむちゃくちゃエネルギー使います。 100% のうちの 80% ぐらい消化にエネルギー使っちゃうので、人間の代謝、体をうまく動かそうとするのが残りの 20% 弱になっちゃうわけなんですね。そうするとね、実はうまくいかなくなってきます。で病気になりやすくなるっていうのがあるから、だからもう30超えると1日2食ぐらいでもいいです。朝と昼兼用とかでもいいしね、なんならもう1日1回だけ食事する、もうそんなんでもいいと思います。で食べるのもたくさん食べない方がいいです。もう腹8分目か6分目ぐらいにあえて減らすっていうぐらいじゃないと、うまくね体が動いてくれなくなります。体が重だるくなってきますね。で無駄な脂肪がいっぱい増えてきます。で見た目もお腹が、特に皮下脂肪なんかよりも内臓脂肪がブワッと増えてくるから、お腹が出てきたりとかね、お尻が下へ押してきたりとかね、ちょっとみっともない体型になっちゃいますからね。そういったのもちょっとね、食事ちょっと減らすっていうのと、夜は早く寝るっていう風にしていく方がいいかと思います。で食べ過ぎると本当脳もボーっとして、血圧もガーンとね高くなって、あと頭痛がしたりとかね、なんか耳が詰まる感じとか耳鳴りする方とかもいますね。ずっと頭痛がするとか動悸がする方も中にはいます。それもね食べ過ぎです。ちょっとね5日間か1週間ぐらい断食とかファスティングですね、ぐっとやるとね、その1週間だけでゴロッと変わる方もいます。まあやるかやらないかはね、まあ、個人の自由ですけど、もし本気でやりたいっていうんであればぜひ言ってください。私準備食とか、あと回復食の話もまたね動画で上げてるから、そういったのを見てもらったらいいです。ファスティングっていうのでね動画を見てもらったらいいかと思います。あとこのね、ため息が多いとかね、あとは人によって喉が詰まるとかね、なんか飲み込みにくい、唾液も飲み込みにくい、なんか詰まってる感じがするっていう方もいますね。こうやって悩みが抱えすぎちゃってるんですね。自分が本来やりたくないことをやらされている感があるとかね、強制的にやらされているとか、そういったことも多い方がね、案外こういうため息が多かったりとか落ち込みやすくなったりしますね。あとは今度不安とか心配事が多い方もいます。またね、未来のことで起こるかどうかもわからないんだけど、こうなったらどうしようとかね、今で言えばテレビとかね、よく言ってますよね、今
コロナウイルスがどうだらこうだらとかってね、ああいうニュースを見ると、まあ自粛しとこうかなとか、なんかマイナス思考になっちゃいますよね。もうそういうのね、見ない方がいいですよ。あのそういうのを見ちゃうから余計にね、 ないものでもなんかあるように思ったりとかね、全然起こるわけがないこともなんか起こるんじゃないかとかっていう風にマイナス思考になっちゃうからね、そういう見てなんか気分を害するようなものはあんまり見ない方がいいですよ、ね、余計に悪化するからね。でもうこういう方はね、やっぱし体も疲れやすいし心も疲弊してるからね、もう脳もうまく働いてくれないっていうのがあるからね、こういう時ももう本当気分転換とか自分の好きなことやってくださいね。で嫌なことはもうやらないっていうぐらいでいいですよ、ね、なんかこれをしないといけないとか何々するべきであるとかっていう考え方ってだいぶずれてたりするからね、その日本の常識ってだいぶずれてたりするから、ね、自分が実際どうしたいのか直感で判断したらいいですよ。もう迷った場合特にね、やりたくないやつはやめとこうとかね、なんかこれ楽しそうやからやろうかなっていう感じでちょっとやってみようっていうふうにね、そういう考え方でいいと思います。でとりあえずやってみたけどなんかやっぱし面白くなかったと思ったらもうやめたらいいんですね、こんな感じでね、いいからね。でやっぱし疲れが溜まってるね、これ もうちゃんと寝るってことと、ね、無理に食べない、ね、もう一回言いますよ、ちゃんと寝る、できたら10時か11時に寝る、でもう食事食べ過ぎない、この2つね。であとちょっと気分転換で軽くね運動できるといいと思います。ちょっと外に出て太陽の光浴びるとかね、ちょっと汗かくとかでも何でもいいです。なんか好きなスポーツがあったらとか、学生の時にやってたね楽しいスポーツがあったらそんなにやってほしいですね。もしくはあの映画見るのが好きだったら映画見に行くとか、旅行ね行くとかでもいいです、ね、私の場合だったら落語が好きだから落語見に行こうってねなるんですけど、この前ね行こうとしたら閉まってたんですね。マジかと思いましたね。もう自粛、何でも自粛でしょ、ね、もう経済も悪くなるからね、本当もうやめてほしいと私は思うんですけどね。まあ、何の話やねんって感じやけどね。であと、まあ、疲れてるけどもう寝ない、ね、しかも寝たら寝たで嫌な夢見る、もう踏んだり蹴ったりっていう方もいると思います、ね、案外これ多いんですよ、ね、患者さんでね。そういう場合ね、漢方でいけばね、これ心臓の方に、ね、血が少なくなっている状態が多いんですね。心血虚って言います。心臓の心にね血って書きます。そして虚するって書くんですけども、心臓に血が不足しやすくなってくるとね、不安感とか動悸とかね、心配事とか、疲れてんのに寝れなくなったりとか、そういう方案外多いんですね。そういう場合はね、心臓に血をぐーっと送ってあげるものを使うとちょっとねマシになったりとか熟睡できる方います。あとは胆熱って言ってね、余分な水分がもっと濃縮したんですね。それがここの心臓の方に溜まっちゃったりしてる。これ私言ってることで全部検査でも出ないんですよ。漢方医学の考え方ですからね。でそこの胆濁っていうのがね、体の中に溜まっちゃうとね、やっぱし嫌な夢見たりします。で寝れなかったりします。で雨の日なんか余計に体が重だるくなったりします、ね、そういう場合はもう本当食べ過ぎない、飲み過ぎない、まず毒素を体に入れないってことね。で次、何もねやる気が起きない、もうそういう時ありますね。もうそういう時も何もしなくていいです。もう何もやらないって開き直ってみるのも一つだと思いますね。いつもなんかやらされてる感とかね、いやいややってるんだったらもう全く逆のことをしてみてください。わかります、うん、今までやってきたことをじゃあ全くやらなかったらどうなるかね、まあ、それはそれで自分でちょっと実験してみるのもいいかと思います。ちょっと開き直ってね、180度は全く逆なことをしてみようって、今うまくいってないんやったらもうとことんうまくいかなくなってもいいからね、落ちるとこまで落ちてしまえっていう考え方でもいいです。とりあえずね、全く今やってることと逆のことをしてみてください。なんか変わるかもしれないからね、まあ、無責任やなっていう方もいますけどもね、まあそれぐらいなんかね、今の自分の行動を変えない限りね変わらないと思うからね。あと落ち込みやすいね、もうなんかここら辺全部なんかつながってるんですけどね、うん、もう落ち込みたかったらね落ち込んだらいいですもうね、ちょっとドツボまでハマってみるのも一つで、そこからまたね開き直ってなんか人生変わるかもしれないからね、なんか行動に移してみる、ね、でいいかと思います。まあいろいろね、これなんかマイナス思考的なことがいっぱい書かれてますけども、まあ私もねこうやって落ち込むことあるんですよ、ね、生きている中でね。で人生のねどん底に落ちたことってね、あのとねいっぱいあります。学生の時もそうだしね、社会人のサラリーマンの時にもねいっぱいあります。で独立してからもまあいっぱいあります。でそういう時ね、
何をしてるかって言ったら私はもう本当好きなことをします、ね、美味しいもの食べに行くとかでもいいしね、なんか綺麗な景色見に行くとかってやっぱりいいと思います。春はね本当花とかはすごくいいと思いますよ。あとお花見とかね、別に一人で行ったらいいんですよ。あの人とつるむことも全くないからね。でなんか行きたいところとかに行くとかショッピングするとかでもいいし、ドライブ好きだったらドライブするとかでもいいんですね。運動するのが好きだったらしてもらったらいいんですね。私はあとバドミントンとかも行ってるんですけど、ここね2ヶ月間ねバドミントンもね自粛中なんでやってないんですね。行きたいのにね、来月からねできるみたいなんですけどね、2ヶ月間やらないってちょっと嫌ですよね。だから今筋トレはねあのできるんでやってるんですけどね、まあそうやってね何かね、ちょっと自分で行動を起こしてみるとね、なんか変化が出てきますからね。でいいなと思ったらぜひ続けてくださいね。でちょっとやってみて三日坊主やったっていう方もいると思う。それはそれでいいんですよ。あの合わなかったっていうだけでね、もしくは今がやる時期じゃなかったっていうのもあるかもしれないね。もう映画見るとか漫画見るとかテレビはちょっと私はあまりお勧めしないけれどもね、なんか好きな YouTube とかでもいいですよ。なんかこの人の面白いとかためになるとかでもいいしね、もうそんなんでもいいからね、とりあえず自分の好きなことをやって嫌なことをやらない、まずこれですね。で迷ったらね、それが自分のためになるとかならないとかじゃなくて、楽しそうかそれとも楽しくなさそうか、それで選んでください。二択ね。迷ったら楽しそうやったらやる、楽しそうじゃないなと思ったらもうやめとく、もうそんな考え方でもいいと思いますね。まあこんな感じです、私の考え方ってね。まあためになったらねグッドボタン押してもらったらいいですし、コメント欄になんかね記載していただいてもいいです。私こう思いますとか、こんなん悩んでますでもいいですし、もしくはこんなんの企画でなんか動画上げてほしいですとかでも何でもいいですね。あのなんか気が向いたら書いてみてください。だって私返事しますからね。じゃあ今日もね見ていただきまして本当ありがとうございますね。また次回の動画でねお会いしましょう。では失礼いたします。